はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は ズブロッカを使ったですね、カクテルの、ズブモーニというズブロッカとトニックウォーターと、グレープフルーツ 100% ジュースを使います。とりあえずですね、なんだっけ。ズブロッカをまず 30ml 加えます。ね。30ml 加えてと。そういえば以前、なんかウォッカトニックとかなんとか言うとったやつあったんですけど、あれは、名前が間違ってましたね。ズブロッカを使うと、ズブトニックという名前になるみたいですね。はい。30ml 加えて、で、グレープフルーツジュースを 45ml 加えます。で、トニックウォーターで、最後に、適量。このね、なんか新しくね、トニックウォーターね、ちょっと別のやつ買ってみました。カクテス、甘さ控えめの、トニック風味の炭酸飲料です。うん。ってなってるんですけど。これうまいかな。うまくない。なんか、苦味がない。トニックウォーターらしくないです。らしくないっていうのもあれですけど。やっぱり、あれだな。個人的には、なんだっけ。カナダドライのトニックウォーターが一番うまいかな。カナダドライのトニックウォーターが一番美味しいです。で、ステアして完了と。じゃあ飲んでいきたいと思います。乾杯。うん。あれ、ズブ、ん？あれ？なんかズブロッカの良さである桜餅の味が無理しない気がする。うん。ズブモーニ。
れおかしい。ズブレの時は割としたんだったっけ？いや、そうでもなかったんだっけ？まあ、まあね。なんか、ズブピリーニャっていうカクテルもあるっぽいですね。ズブロッカ60ミリに、ライムと砂糖を加える。これ、なかなか珍しい。ヤレクの番にようこそ。マレクは渋いね。俺もあんな親父になりたいぜ。じゃあズブピリンナの作り方を教えてやるぜ。まずは細かく切ったライムを入れて、砂糖小さじ1杯入れて潰すんだ。おお、潰す。次に氷をいっぱい入れて、ズブロッコを60ミリリットル注ぐだ。あ、うまそうこれ。一番最後にライムで飾る。うん、ズブピリンナの出来上がりだ。うん、口当たりがさっぱりしてるからスイスイ飲めちゃうぜ。うん、ズブピリンナを飲みたかったらマレから聞いたって言ってみな。ちょっと待て、ズブロッカ公式チャンネルなんてあるの？ヨーツベの今動画見てるんですけど、あるっぽいですね。はあ、すげえな。どんだけズブロッカーあれなんだよ、人気あんだよ。まあ基本的にほらほとんどズブロッカーのまんまなんで、度数的にはかなり高いみたいですね。ライムを、あれだ、あれみたい。モヒートみたいに、ライムを潰して、その中に砂糖を加えて、ズブロッカ加えて、終わりですからね。はぁ、あ。ズヒートっていうのがあるらしい。ズヒート、まあ、モヒートってもともとあれですからね。ライム。あれ、モヒート、ズヒートでググりましょうか。ズヒート。ギャレックのバーにようこそ。ギャレックのバー。コンディ切れてたね。男気があるから、すぐ熱くなっちゃうんだ。じゃあズヒートの作り方を教えてやろうか。まずは細かく切ったライムを入れて、ミント数枚とガムシロップ小さじ1杯入れて潰すんだ。潰す。次に氷をいっぱい入れて、クラッシュアイス適量、ブロッカーを45ミリリットル注いでソーダで満たせばズヒートの出来上がりだ。ズブロッカの香りとミントの香りが口に広がってとても爽やかな。あ、でも俺これで、これよか、ズヒートじゃなくてなんだっけ、さっきズブモーニだっけ、違う、ズブモーニじゃねえ、もうなんか よくわからなくなってきた。なんだっけ、ズブピリーニャの方が個人的にうまそうな気がする。あ、これうまそうだな。これ今度作ってみよう。ライム買ってこよう今度。うん。ただ問題としてクラッシュアイスというのが問題ですかね。
まあ、多分クラッシュアイスっていうのは、まあ、砕いた氷なんですけど、おそらく加える理由としては冷やすのが目的ではないかと思われるんですが、どうなんでしょう。だからズブロッカを冷凍庫に入れとけば問題ないんではないか。うん、あのね、言ってなかったかもしれないですけど、基本的にスピリッツ、ジンとかウォッカとか、あと、スピリッツじゃないけど、あの、ウイスキーとか、まあ、大体40度ぐらいの度数のやつは、まあ、冷凍庫に入れても凍らないんですけど、で、冷凍庫に入れることによって、かなりね、味が結構変わったりするんですよね。甘くなったりする。ので、結構おすすめですね。ストレートで飲むときは、おすすめです。なんだこれ、いきなり音楽が流れた。いや、いきなりじゃないんだけどさ、サイトに行ったらカクテル、これどっかのバーですね。バーのサイトですね。カクテル1杯700円とかですかね。700円か。なんか高い気がする。ものすごい高い気がする。バーは。行きたい気がするんだけど、ちょっとなーって感じする。自分で作った方がうまいかなと。まあ、自分で作った方がうまいって言っても、ほら、なんかほら。うん。なんか他人のやつも見てみたい、ね。なんとなく。うん。他人が作ったなんか、うん。ところを見てたい気もするけども。ちょっと、待て。ズブ。ズブモーニ。どれがズブモーニなんだっけ。あ、これか。今飲んだのがズブモーニか。なんか覚えにくい名前です。どうでもいいけど。ちょっと、なんだっけ、ズブグレ飲んでみようか。ズブグレをちょっと飲んでみようかな。久々に。個人的にやっぱズブロッカーがいいところっていうのは、この桜餅の味というか香りというか甘さというか、これがいいところだと思うんですけど、なんか、それが死んじゃってる気がする。のは気のせいか。あ、ズブグレにするとあれなのか。その味が消えちゃうんだな。グレープフルーツがあまりにも味が苦いとかあるんで、味がね、苦くて酸っぱい。それによって、多分、良さが消えちゃってる。うん。もうだいぶ消えてるね。あ、これダメだ。あとでズブグレに二つ星にしとこう。二つ星にしとこうっていうか、もう今からしとくわ。間違えた。今からちょっと、変えとこう。ダメだ、まずい。これまずい。なんか、いいところ、
ずぶぐれずぶぐれ。いいところが、なんか、死んでる気がする。ずぶぐれどこだ？ずぶぐれ。ずぶぐれ。ずぶぐれ。あれ？俺そんな前だったっけ？ずぶぐれ飲んだの。だいぶ最初だった。あのね、個人的にですね、関係ないんですけど、関係なくはないんですけどね。基本的に 100% なんとかジュース。100% ジュースってあると思うんですけど、まあ、ちなみに今俺が飲んでるのは 100% ジュースのグレープフルーツジュースの。これね、これ炭酸水の容器使ってるんですけど、これは別に炭酸水ではなくて、これただ容器を使ってるだけなんですけど、ほら、パックジュースってほら、一回開けると、ずっと立てとかなきゃいけないわけでしょ。あれが嫌なんで、容器に移し替えてるんですけどね。まあ、結構いろいろ 100% ジュースってあるんですけど、あれがね、ほら、トロピカーナとか、あとなんだっけ、サンキストとか、そのメーカー2か、あれがね、あれでだいぶ味が変わってくるんですけど、まあ1リッターのパックジュースだと、高いやつだとあれ、トロピカーナが一番高いのかな、あれ200円ぐらいしますからね。うん、まあ、ちなみにこれは、俺が飲んでるのはサンキスト。130円ぐらいのやつですね。1リッターで。ああ、ちょっと個人的にトロピカーナ高すぎるかなと。ただ逆に100円ぐらいのやつ、以下のやつか。98円じゃなくて89円とかのやつを買うと、ものすごくまずいというか、ので、うん、まずいですね。ものすごく。やはり 100% ジュースなんですけど薄い、うん、だからやっぱりサンキストが一番ベターかな。うん。そういえば、今日台風が、来ましてですね、まあ、かなり、強かったんですけども、まあ、なんか温帯低気圧に変わったとか言ってね。なんか珍しく太平洋側を通らないんで、日本海側を通った台風だったんですけども、まあ、新潟県に今住んでるんで、かなり風が強かったと。うん、基本的に新潟県に住んでると、太平洋側に行った台風っていうのは、ほら、台風の、いわゆる渦の回転方向が、まあ、いわゆる結構弱めの回転方向。台風って確か、どういう回り方なんだったっけな、あれな。時計回りに回ってくるんだっけか。渦がね。どうだったか忘れましたけど。こうだから、進行方向がまあ大体北でしょ？北に進行方向が行くとして、北というか、北東か。北東に行くから、こうなるから、北東に進みながらこうなるとか。
あ、ハンドゲームありですね。うん、台風は。うん。ハンドゲームありです。渦の巻き方というか、あの、台風の場合、渦を吸い込むようにして、反時計回りに回るので、吸い込みながら反時計回りに回るんですよ。ということは、風が、まあ、ちょっと言葉で表すのも難しいんですけど。まあ、基本的には、台風イコール低気圧の強力版なんで、まあ、低気圧っていうのは反時計回り。高気圧は、逆に、時計回りに、風を吹き出しながら回るので、っていうことですね。うん。だから、向かう方向が北東なので、それに、北東にこう進みながら、なおかつ反時計回りに、風を吸い込むので、その風の逆、その太平洋側と日本海側を通ることによって、どっちが風が強いかっていうのが、当たりが強いは弱いっていうのがあるんですけど。はい。新潟県とかの人の場合は、新潟県、新潟県とかは関係ないのか。つまりですね、太平洋側を通ると弱いんです。全般的に日本。日本は全般的にあんまり影響を受けない。うん。はずですね。台風の右側、まあ、東側ですね。東側が強烈なんです。うん。で、逆に西側っていうのは弱いんです。うん。ので、基本的にですが、そういうことですね。うん。だから、日本としては、太平洋側を取ってくれた方がうまいんです。うん。ね。日本海側を通られると、進行方向にさらにこう、風がブワッと来るので、進行しながら、いわゆる、まあ、結局そういうことですよ。ベーゴマか、まあ、コマです。コマが回転してる、じゃないですか。で、コマにトゲがついたと仮定して、で、さらに進みながら、100キロぐらいの、スピードで進みながらですよ。前に進みながら、コマにこう、右側と左側、どっちに当てるかによって、ダメージが絶対全然違うはずです。ああ、当然。ね。なんかこんなことを説明するのはバカらしいんですけど。まあ、多分、みんな分かってると思いますね。うん。まあそういうことです。だから結構強力でした。協力でした。で、粉みかん。粉みかんですよ。ああ。疲れた。ということで、これも二つ星だな。うん。いや、二つ、うん、まあ、二つ星。二つ星。どうしようかな。二つ星。三つ星でいいか。三つ星。それではご視聴ありがとうございました。